第130回定期演奏会式、畑中良介瞳記念行動、慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団は、慶応義塾大学の学生により構成される男性合唱団。1901年に創立された音楽団体、ワグネルソサイエティの男性合唱部門である。初代指揮者は、大塚厚史、元古問指揮者は、木下保も元指揮者は、 山口正明、梅原文雄、警官指揮者は畑中良介、常任指揮者は佐藤正宏、客演指揮者は北村京一たたす元ボイストレーナーは大久保明を、綱川達彦、現、ボイストレーナーは尾貫岩を。ソサエティは男性合唱団の他に、オーケストラと1950年に発祥した女性合唱団からなる。誕生については、 明治34年の10月か11月、三田の牛鍋屋の2階で結成式を行ったという。これに先立つ1899年に関西学イングリークラブが発足しているが、聖火隊を発祥としていることから、東団は日本最古の演奏団体を名乗っている。発足当初からオーケストラパートと合唱パートが存在したが、その区分は緩やかで、 大半がオーケストラと合唱の双方に参加しており、オケと合唱は行動はすべて皆同じであった。オーケストラパートの者が合唱に加わり、合唱目当てに入団した者が入団後に楽器を手にしたりすることなどが普通に行われていた。畑中は、かつてって日本の洋楽は上野の森か、三田の丘であったと述べているが、両者の関係は非常に密接であり、上記の指導者の中で、 大塚、木下、山口、畑中、佐藤、大久保が、いずれも東京音楽学校、東京芸術大学の出身である。とりわけ木下は、東京音楽学校在学中から、大塚先生の頼みで、庭園で、ワグネリアンに化けて堂々とビオラを演奏し、合唱ボーイとして、トップテノールを歌い、演奏旅行では歌ったり、ビオラを弾いたり、ピアノ伴奏までして、 日本の各所から朝鮮まで遠征したという。また、杉山生を沢崎貞之、関官氏、龍金子、長井育子、竹岡鶴代、竹松房子、橋本国彦、徳山玉紀、早川美奈子、平原末子、中村敏子、増永武夫、四谷文子、佐藤よし子、松原三竹、松田俊ベルトラメリ、た子、奥田千恵子、 柴田厚し陸、関田猫、長戸美穂、川崎静子など、東京音楽学校出身で、日本の洋楽を支えた面々はほとんどワグネルの演奏会に登場している。とりわけ戦後の木下の最小平庫、畑中、大久保の指導陣が加わった際、福永洋一郎は、ワグネルの指導陣の良さは、他に想像できぬほど強力と評した。第二次世界大戦後、 合唱パートがいち早く復興し、女性合唱団の結成もあって、それぞれのパートの独立性が高まり、1950年代まではそれぞれのパートが協力して演奏会を開く形となった。1958年には合同で、慶応義塾100周年記念演奏を行い、同年の定期演奏会は実施されなかったが、男性合唱パートのみは独自の特別演奏会を開催した。 1960年の第85回定期演奏会から3パートが独立して定期演奏会を開催するようになった。年3回の演奏会が団の活動の中心であり、定期演奏会は2020年12月までに145回実施している。それ以外にも海外演奏旅行、日本国内各地への演奏旅行や依頼演奏などを数多く実施している。 オペラ出演やオーケストラとの共演が多いことも、当団の特徴の一つである。1983年には、NHK 大河ドラマ、徳川家康のテーマ音楽を担当し、全国の家庭に歌声を響かせるなど、放送への出演も、非常に数多い。ワグネルの名は、作曲家のリヒャルトワーグナーから取られており、慶応義塾、ワグネルソサイエティの名は1901年の、 創設時から変わっていない。団員はワグネリアンと呼ばれ、そのハーモニーにはワグネルトーンという名がついている。実際にはワーグナーの楽曲を演奏することは少なかったものの、第88回定期演奏会にオリジナルも男性合唱であるサマヨエル・オランダ人の二重合唱、タンホイザーの巡礼の合唱を言語のドイツ語で演奏した。サマヨエル・オランダ人、 タンホイザー全曲が日本で言語書演されるのは双方ともその後の1966年である。1969年からはサマヨエル、えるオランダ人、タンホイザーなどに一部編曲を組み合わせたワーグナープログラムを4年に1回は演奏し、ワグネル在籍期間中に必ず1回はワーグナーの作品の何かを歌って卒業、プログラムにおける畑中の気候よりするように配慮が、 なされ、伝統となっている。1991年には、還元楽月の合唱曲、死との愛さんを、東京都公共楽団の定期演奏会にて、日本初演している。また、1983年11月7日、1989年9月7日には、来日したボルフガングワーグナーのパーティーに招かれ、巡礼の合唱などを披露し、 1988年10月28日には、ノルベルト・バラッチュの特別レッスンを受けるなど、ワーグナーとの縁は深い。他にもドイツ・オーストリアの音楽を取り上げることが多く、特に発音については、現代のドイツでも使われることが少なくなってきた、舞台ドイツ語の伝統を守っている。この発音については、特別レッスンを行ったノルベルト・バラッチュが、ほとんど完璧と驚きを示している。 当段創設当初は、大塚厚氏がオーケストラと合唱の双方を指導していたが、大塚は合唱の育成は課題の一つと考え、1926年に東京音楽学校声楽科の木下保元に合唱の指導を委ねた。合唱発展の基盤は、木下の指導によって作られたところが非常に大きかった。 木下は1932年にドイツ留学のために任する。1937年、大塚が新京交響楽団の指揮者となり、戸満することとなったため、当団 OB から東京音楽学校に進み助教授となっていた山口正明が正式者に就任した。しかし山口は病を得て、わずか在任2年で33歳で没し、その後は、 やむを得ずプログラムにおける梅原の寄稿より OB e の梅原文雄が合唱パートの指揮者を引き継ぐこととなった。梅原は木下の精神を伝達することが自身の使命と考え、戦中の見たキャンパスの大行動消失や活動の中断を乗り越え、戦後に合唱パートをいち早く復興させた。また梅原は1953年6月に慶応義塾、 ワグネル・ソサイエティー・オービーが商談を組織し、発足させている。しかしながら本業が多忙となり、同年に指揮者を辞任せざるを得なくなった。梅原の辞任後、指揮は一旦学生に委ねられたが、梅原のアドバイスと、当時学生指揮者であった池田文雄等の奔走により、1955年に木下の最小兵がかなった。木下は、ドイツ留学で物にしたシューベルト、 メンデルスゾーン、シューマンなどのドイツロマン派は、もちろんのこと、自身が提唱した、ヤマト言葉による、サラ等の真似、清作品などの法人作品に繰り返し取り組み、中でも1969年に全日本、合唱連盟の推薦で招待された、第2回世界大学合唱祭における、マミアヨシフ作曲、合唱のためのコンポジション3の演奏は、 ニューヨークリンカーンセンターで好評を博した。他にもルネサンス期のポリフォーニー、バッハ、近代スイスのエフヘイガー、フランスのアルベール・デュオッパのほか、シベリウス、バルトーク、コダアイなど、当時まだ一般的ではなかったフィン・ゴルゴ派の作品に、言語で取り組むと、先進的な役割を果たした。取り上げる曲は、オリジナルの男性合唱曲が多く、歌曲を編曲したものは、 紗来のみであり、合唱曲の編曲もミサ、バッハとダン・イクマ作曲のミサキの墓のみである。畑中良介将兵においてキーマンとなったのは、1960年当時在学中だった学生指揮者の田中博之、そして特にヨドノ隆氏である。畑中がヨドノの父であるヨドノ隆造を尊敬し、交流があったことに加え、自宅がすぐ近くであったことから、 淀の宅が、畑中翔平の前線基地となった。当初は多忙を理由に誇示していた畑中であったが、ついにこ負けし、当初はボイストレーナー、引いては指揮者就任を承諾した。木下がオリジナルの男性合唱曲を多く取り上げた。一方で、1960年に昌平されて、以来、指導に長年携わった畑中については、歌曲やオペラ、 ミュージカル、混声合唱曲などの他ジャンルから、男性合唱曲に編曲したものを演奏する傾向が強く、多くの曲が福永陽一郎や北村京一などによって編曲されている。これについて、畑中は第102回定期演奏会プログラムにおいて、男性合唱曲はオリジナルなものだけでは、間に優れた音楽性を持つ曲は限られてくるまた、 1> 第112回定期演奏会プログラムにおいては、合唱を通じて、世界の音楽に目を開いてほしいというのが、ワグネルに対する私の基本姿勢であると語り、古今東西の名曲をえりすぐって取り上げることを胸としている。これらのレパートリーが、日本の男性合唱団のスタンダードとして、定着していることは、特筆に値する。北村京一は、上記の編曲者として、 指導にも参加する党の長年の尽力に加え、畑中が君の領分だよとしたいを受け、黒人霊下等の英米局や、ミュージカル等の演出ステージ、ただたけ彦の作品を担当する等客演指揮者としては異例の出演回数を数えている。また、学生指揮者の多くが北村に指示するなど、多くの面で特別の存在として認識されている。佐藤正宏は、 畑中同様に、合唱の枠にとらわれず様々な分野から名曲を選曲する方針をとっており、自身による編曲も多く手掛けている。さらには、自身が得意とするフランス音楽等や、現代の法人作曲家の作品へとそのを広げている。また、毎年著名な客演識者を招き、団員がより広く高度な経験を積めるように配慮を行っている。 作曲家への新作の移植に対しては、早稲田大学グリークラブや関西学院グリークラブほど、積極的ではないものの、ただた彦の草の新平の死から、や、清水治の作太郎の三つの歌、知恵古将より、魂沈めの祭り、鎮魂家、まみやよしふの合唱のためのコンポジション3、加藤正則の船旅などを生み出した。 当団と他の著名な大学合唱団が大きく異なっている点は当団にはコンクール出場歴が全くないことである。これについて畑中は第110回定期演奏会プログラムにおいて僕は慶応にコンクールに今まで出ろとも出ようとも言わないのはやっぱり音楽は数で決まるものでないから嫌なんですね。それに人と比べて自分はどうだとか。 すぐ気にする人間になってほしくない。と語っている。元国立音楽大学学長、NHK 交響楽団副理事長の有馬大五郎、瀬能楽府の瀬尾光二郎、歌手の竹山逸郎、美術史研究者の西川京太郎、ボーカルグループのダークダックス、元タレントの栗原玲二、テノールソリストの笠井美樹夫、鶴俊介、平岡栄、峯岸優和、竹氏。 河野大輔、バリトンソリストの堀内康夫、大久保光也、杉田明宏、谷口真、ピアニストの辻芳夫、演出家の宇山仁音楽評論家の三吉吉達、渡辺学児、合唱指揮者の吉川隆弘、映画監督の川崎吉介、テレビプロデューサーの池田文雄、宮島明郎、イベントプロデューサー、作家の淀野隆 経済学者の千草義人、中島隆信、心理学者の石田治安藤久康、工学者の森山つよし、職ジャーナリストの井野隆広、ボーカルグループジャミンゼブの中光はじめ、教育研究者で、子供六方著者の山崎総一郎などを輩出。またブックオフコーポレーション創業者、俺の株式会社代表取締役社長の坂本、隆。 トヨタ自動車の渡辺勝明をはじめ、経済界にも多くの人材を輩出している。三浦洋一、井上直行、皆川達夫、福永洋一郎、大場俊一、細川哲郎、平野忠彦、長野与那子、大石淳、増山歌子、瀬山英子、月尻三郎、相原道子、国の世、岩渕正俊、西吉和、長田峰夫、 小泉恵子、本城厚子、塚田義夫、三津林照夫、秋葉京子、花尾勝春、千代正幸、荒美智子、若杉博志、志村敏子、大川高子、谷池津子、荻木久保和昭、西川秀斗、藤田正、伊藤京子、大島洋子、前田勝則、腰越真美、小浜大美、藤井広樹、辻広之、長澤優衣、大里緑、雨の森文也、 平林智子、牧戸太郎、山田商店、松本望む、清水圭一、小川里美、藍沢直人、森田香織、清水正彦、宮本増光など。以下の他にも有志が、藤沢市民、オペラ、オペラ彩りなどに、数多く出演している。中期のないものは、NHK クロニクルの記録による。東京六大学合唱連盟定期演奏会。 東西4大学合唱演奏会の曲目については、外部リンク参照。合唱名曲コレクションシリーズの発売元は、東芝 EMI 日本合唱曲全集の発売元は、ビクターエンタテインメント。この他、慶応義塾関連の歌を演奏した CD、レコードが数多く存在する。ありがとうございます。